はい、というところで今日もですね、キュアパズ、プリキュアつながるパズルをやっていきたいと思います。今日は11月12日なので、ハッピーハロウィン最終日ですね。なので、ハッピーハロウィンを優先的にやっていきたいなって思います。普通の1のマナとリカ、このステージでカードをドロップ目指していきたいですね。結構、このステージって簡単なので、レベル上げにも適してるんですよね。ハートを2つ消費するんだけど、経験値がだいたい6000ぐらいかな。6000ぐらいは手に入るので、本当にね、キャラクターのレベルが低くても、パートナー機能も相まって、とっても簡単にクリアできます。レベルもサクサク上がっていくので、とてもいいですね。ということで、ステージ1、開始していきたいと思います。このステージは最初真ん中に岩が3つあるのがちょっと、これさえ崩してしまえばあとはとても簡単ですね。これでもう潰せますね。ボムを発動して岩を消しました。あっという間にボス戦ですので、とっても楽ちんですね。今現在、イベントステージがね、たくさんあるんですよね。今日で終わっちゃうけど、ハッピーハロウィンだってあるし、アラモードのエピソードステージ、これやらないと、アラモードキャラクターのレベル上げできないですから、これもあるし、今じゃフラワーカーニバルも復活したしで、あとはパリ映画の記念公開のパリステージもあるけど、あれなんだっけ、メモアルなお菓子なんかクッキーとかのアイテム使うとキャラクターのレベル上げになるんですけど、カードはね、手に入らないですからね。レベル上げにアイテムが手に入るのはいいんだけど、どっちかっていうと、カード系のステージ、カードがドロップできるステージを優先的にやらないと、といった形なので、やはり、ハッピーハロウィンとかを優先的にやりますね。ハートがね、2つと3つ使うので、もう圧倒的な、ハート不足。本当にね、すぐプレイしてると、ハートが一瞬のうちで消えちゃうんですよ。今回、友達パートナー機能が追加されたおかげで、いろんな人がね、友達依頼してきてくれて、全部追加させていただいてます。とてもありがたいですね。なんだけど、とってもありがたいんだけど、中にはね、もう3日間ぐらいログインしてない人もちらほらいるんですよね。確かにね、キュアパズ大変なので、もうずーっとカードとレベル上げを繰り返していくゲームなので、本当に大変なんだけど、1週間以上ログインされてない人はちょっと、友達からちょっと外させていただきたいなと思います。やっぱりね、ハートを毎日くれる方が、いてほしいですね。毎日ね、ログインしてても、ハートくれない人とかっているんですよ。ハートを送ると、それだけでコインが1000コイン手に入るので、結構お得だし、そのデイリーミッションのクリアにもなるので、すごくおすすめなんですよね。コインだって3万超えれば、ガシャチケット6枚手に入りますから、いろいろお得なんだけど、
とりあえずね、ハードはとにかく送ってほしいんですよね。前に、僕も毎日送ってるので、なので、ハードは本当に、今深刻です。とにかく今ハード不足。深刻なハード不足です。完全に。なので、とにかくハードをくれる方が、欲しいですね。まあ、あとは自分も、プレイしてない時間帯は常に、レベル40、必殺技レベルが10のキャラクターを待機させてるので、それもね、やっぱ利用してほしいし、使う、友達のキャラクターを使うとコインが50入って、使ってもらうとコインが20手に入るので、まあ、お互いね、ウィンウィンの関係なので、まあ、強いキャラクターは常に待機させておきたいですね。お互いに。まあ、常に待機しておくキャラクターは一人でしか決まってなくて、キュアホイップ、レベル10、必殺技レベル10、マックスのキャラクターですね。もうキュアホイップの必殺技スキルが、もうめちゃくちゃ有能なんだよね。7ターンの間、相手の攻撃力を 97% カットするっていう、ほぼ無敵じゃんみたいな。超強いじゃん、これとか思ってさ。だから、最初さ、レベル上げしなかったんだけど、何?この、パートナー機能が追加された瞬間に、もう速攻でキュアホイップのね、レベル上げに必死こきましたね。レベル40まで一瞬、すぐに上げましたね。大変だったけど。キュアホイップ必殺技レベルが10あれば、もう、いろんな方が、選んでくれるので、そういう強キャラですね。強キャラ。余談だけど、タイムアタックはね、イチキちゃんですね。イチキ。イチキの、必殺技のスキルが、自分のお気に入りカラーに強制的に切り替えるってやつですね。あれやってて思ったけど、必殺技レベルがね、10ないと、タイムアタック勝てないですね、あれね。必殺技レベルが1しかないので、もう、必殺技のレベルが10ある人には、とてもじゃないけどね、勝てないですね、あれね。とにかくカードのレベル次第なので、もう完全にタイムアタックはね、一気ゲーですね。一気ゲー。一気の、妖精のパートナーの名前なんつったかな?ポプリーか。ポプリー懐かしいね。そう。ポプリーでシューって。タイムアタックは完全に一気ゲーです。一気。なんかタイムアタックも、なんか調整が入るらしいんだけど、どうなるかですね。思いっきしキャラクターの相性が求められるステージになってるので、まあ、今後どうなるかっていう感じですね。ハートを2つ消費して手に入るのがコインだけだとちょっと辛いよね。本当にこれはね、辛いですね。まあ、それでもね、今は優先的にハッピーハロウィンをやっていくしかないんですが、
本当にこのステージは簡単なので、あっという間にボスが登場してくれますね。ハッピーハロウィンステージも、なんか手に入るキャラクターが、ちょっと、なんていうの、選別がいまいちよくわかんないけど、あ、リッカが手に入りましたね。なんかこのコスプレってあれだよね。なんかドラキュラっぽいね。サキュバスかな、ドラキュラっていうかサキュバスか、サキュバスコスプレとてもいいですね。結構気に入ってるんだよね。マナの旦那さん、夫リッカですからね。もうね、キャラクターのレベルを、必殺技レベルを10にするのはちょっともう諦めましたけど、まあ、手に入る分だけ手に入れていきたいなって思います。引き続きやっていきますね。いつまでこのキュアパズのキャラクターってモフルンのままなんでしょうかね。えだって2016年のキャラクターですよ。ペコリン一度も使われてないですよね、エピソードステージ以外は。ペコリン結構好きなんですよね。ペコリン可愛いですよね。最近ペコリン人間体に変身して1話だけのすぐに解除になっちゃいましたけど、お使いの話がねすごく泣けましたね。なんつったっけかね、あれ片栗粉に卵になんとかとかって言って、歌いながらスーパーに買い物行くシーンがあるんだけど、もうあれ見てるとねなんかね泣けてきちゃったんだよね。ペコリンが財布を落としてしまって、とってもいい話でしたね。ペコリン結構可愛いですよね。結構気に入ってるんですよねペコリンね。はい、というところでクリアモフ、クリアペコ、またコイン、またコインだけでした。といったところで今日の成果はマナ1枚、リッカ1枚でしたね。まあ、こんなもんですよね。まあ、あとはボーナスステージも後でやって、できるだけ必殺技のレベルを上げていきたいなと思います。なんだったかな、ステージの方も新しいステージが追加されたみたいですので、まあ、そちらもね、やっていかないといけないですからね。まだね、一度もまだ見てもないっていうね。もう大体すべてのステージがレベルが40当たり前みたいな、そういうステージになってると思うので、まあ、大変だなと思うけど、とりあえずはね、クリアしていかないといけないですからね。といったところで、今日のキュアパズはこれにて終了したいと思います。どうもありがとうございました。